尋常に勝負。はっ、あ、やっべえ。うう、はい、はい、ほっ、いざ尋常に勝負。寝ちゃう。こう、痛い。あ、くう、下段攻撃全然当たんない。うー、全然当たんない。かー、そう、いざ尋常に勝負。ああ、それそれきついな。やべ、やべ、うん、うっ、お、地形を使うぜ。お、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 べえ。バカ。ああ、うっ、かあ、
これはちょっと一回出直すかな。強えなこいつ。ちょっとなんだっけ、帰れるやつこれだっけ。これか。バイバーイ。勝負は大関だぜ。ってことでどうしようかな。ちゅうことでちょっと次これ進んでみま。ふう。あ？お。ウィリアム、官兵衛殿が船員を手配してくださった。おお。かたじけない。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。はあ。早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフデ号で大阪に向かうことにいたぞ。リーフデ号。あ、もうね、え、関西編みたいなことなの。大しけである。そうでもないか。いや、そうでもあるか。わあ、海坊主出ちゃってます。海坊主じゃじゃあ海は苦手でのうぎゃー。なんか食べちゃってない。うげえ。リーフデ号が沈没してしまう。火事効くのこれ。わあ。あのあやかし、噂に聞く海坊主。ほう。いかにお主とて歯が立つまい。あ、逃げ切れたのこれ。リーフデ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。秋。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。調略。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。うむ。お、怪しいやつ来た。怪しいやつ。お、ついちゃってるぜこいつも。シーサーみたいなのついてんぞ。おお、目力あるなこいつ。武蔵か。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。全然違った。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。俺鎧すぎるだろ。ちょっと目立っちゃってんじゃねえかお前。おお、中国編参りました。黄泉の森人サブミッション。わあ、うごめく銀行。ちょっと拠点は
どんな。いらっしゃい。あ。あれ？君もこっちに来てくれたの？またどうぞ。うん。そこは変わらずなんだ。サブミッションの方がちょっとあれだな。ちょっとじゃあ今日はこれを一発やって終わろうかな。おお、服。はい。黄泉の国。黄泉の国にお連れしますゆえ、どうか彼の地に。黄泉の国行くの。わあ、よもつしこめが出てきそう。わあ、めっちゃ死んでるよ。めっちゃ死んでるよ。一つ目？赤いお花が。あ、出た。怖い。いっぱい出るな。いっぱい出るな。やべ。投げ巻きか。やべ。お。で。いって。死ね。うわー、2体出た。いや、3体出てる。お、いっぱい出てるな。一つ目小僧もいるのか。足早すぎだろお前。いて。よし。くっついてんな。お、逃げろ。
行って、よし、お、ああ届かない、うっ、危ねえ、塗り、もらった、うっ、ほい、へい、けお、やった、達成、うわあ、なんか隠しアイテム的なもんないのか、ないか、ふう、おう、だーす、読み水の、はい、威圧もらいました、風まとい、あー、これなんか間違ってんな、これ緑色のかけるなんとかって、このかけ3かけ7、これがあれか、こうしとくか、はい、おお、だいぶ上がるな。なに、足軽大将の槍。137。29か。これ。これをベースに、これを合わせればいいのか？いらっしゃい。お札が作れるようになった。これベースにあれつけたところで変わんねえよな。お、崩しの効果でも上がるんだ。あ、違う、19から下がるのか。あ、でも攻撃力上がるな。これやりますか。はい、安人の国にはどんな刀があるの？売り価格アップ。またどうぞ。忍術上げるか。なんかどっちつかずなっちゃうよな。どっちかちょっと陰陽の方、陰陽術の方がなんか見た目かっこいいけどな。最終的に、なんか、これ回復とかありそうじゃね？あ、それ見れんのかな？あれで。ないか、さすがに。忍者スキルになかったりして。あー、プラス1とかあんのか。どっちも捨てがたいよな。まあ。まあいいや。じゃあ忍術先に入る。次、こっち1個あげるわ。はい。ということで、じゃあ次回ここ行きますか。はい、お疲れ様でした。